クラウディオスアレス・サンチェスは、メキシコ合衆国メキシコ州テスココ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。2021年1月現在、サッカーメキシコ代表における最多出場記録保持者であり、男子のサッカー A 代表チーム全体においても、3位となる177キャップを保有している。 スワレスは1988年にアナム・プーマスに入団。同クラブには8シーズン在籍し、うち1990から91年度にリーグチャンピオンとなった。1996年に C d グアダラハラに移籍。1999年に退団するまでの3年間のうち1997年度のベラーノで優勝を経験した。ワンル。 ティグレスに入団したスアレスは2005年まで同クラブでプレーした。在籍中2001年及び2003年にティグレスは全キリーグで準優勝を経験した。ティグレスでのラストゲームは2005年の全キリーグのリギーリア準決勝の CF モンテレートの試合であり、この試合でスアレスは退場処分を受けた。2006年スアレスはアメリカへ渡り、 メジャーリーグサッカーに所属するクラブデポルティボチーバス USA へ入団した。2009年3月8日、契約更新をめぐる交渉が難航した末、スアレスは現役引退を表明したが、3月20日に撤回し、2009年度シーズンをチーバス USA で送ることを発表したが、同年度の出場試合数は31試合中5試合にとどまった。 2010年3月26日に現役引退を発表するまで、スワレスは1994フィファワールドカップ出場選手のうち、最後まで現役生活を続行した選手であった。引退後は引き続き、カリフォルニア州内に在住し、チーバス USA 時代のチームメイトであったラモン・ラミレスやマルティン・スニガと共に若年層を対象とするアカデミー及びクリーニックを 運営することとなった。スアレスは1992年よりメキシコ代表チームに招集されるようになり、1994年には FIFA フフワールドカップアメリカ大会に出場した。チーバス USA に移籍した2006年、1994年1998年に、次ぐ3度目の出場を果たした。しかしこの大会においては、 グループリーグ3試合及び決勝トーナメント1回戦の計4試合のいずれにもスワレスは出場はしなかった。2007年3月25日、エスタディオ・ニーベル・シタリオにてメキシコとパラグアイが開催された席上、スワレスはラモン・ラミレスと共にメキシコサッカー連盟より表彰された。ありがとうございます。